はい、全妻シーンさん、なんとかさん、なめろ、ああな、うん、よろしくお願いします。うわ、カクカクしてる。リャンピンドラ。二刺し、どうやって二刺しになるの？ウーピン切ったか間違ったかな。これはないな。いい？いいか。それは。あっちも愚形かな。親に愚形で勝負すっかな。日本もある。しかし手が良くないね。これは青が入れば動けるけど、あー、イワンが先。三統一、こいつをどこまで大事にするか。タンヤオ、いや、カンちゃんだらけやな。
くない。赤ウーアン欲しいな。たらタンヤオで頑張るけど、ひどいな、絶望的にひどいな、これ。一人のお店やだな。振り合って。振り合ってください。でかいわ。しどい。
うん。先出れば楽やけど、いやー E1 引いとんな。でも1切れか。積もらなきゃ。パワー見えた分出やすいんじゃない？パワー。パワーどう？ダメ。そうは泣き？いや、ローピンの方がもっと泣きかな。うん。まあ泣くか。まだ早いかな。から。でも何は早切らんと。何は早切るべきやったじゃん。
そろそろ。あ、そう。ちょっと泣きたいね、もうね。泣きますか。降りる範囲がない。ないの？ないの？急走でいい？
まだその有罪判決出てないですよ。有罪判決出ていない中、下院議会がなんか先に動き始めて、共和党の100人ぐらいが賛成に回って、これあの下院議員3分の2以上の賛成で免職できるんですが、まあ、免職っていうことになったんですね。で確かに経歴詐称も間違いないだろうし、あとうわ、言いそう。しゃあにお金を使ってたとかいろいろ言われてるので、まあ言うならあれですよ、あの共和党のハンターバイデン、まあただ規模が規模めちゃくちゃちっちゃいから感じそう、はい、なんですけれども、そのサントスをその免職する染めたいことあっただろうって話なんですよね。例えば国土安全保障省の長官、あのマヨルカスっていうのがいるんですが、あいつの弾劾共和党失敗してるんですよね。その弾劾ってやるにはね、まず最初に弾劾発議をしないといけないんですが、それの段階で共和党の中が割れて失敗してるんですよ。もうこの時点でありえないんですよね。あの国土安全保障省というのはあの国境警備の責任を持っています。なのであれだけぐちゃぐちゃにされていてもそれでも弾劾しないっていうことなんですよ。しかも共和党の議員の中で、あのなんか弾劾のそのなんていうの、その弾劾裁判の中で、どれだけマヨルカスを追い詰めるか楽しみだぜってこうなんか言っていたやつが反対に回るっていうわけわからんことになってるんですよ。っていうなんか共和党の変なところがありますし、あと嘘でそういうことやるんだったら民主党の中にもめちゃくちゃいるだろうと。例えばアダムシフっていうね、あいつなんかあれじゃないですか、そのロシア疑惑っていう民主党がでっち上げた大嘘物語をこうどん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 宣伝してきましたし、であとはそのあいつその機密情報にアクセスできるんですよね。で機密情報をアクセスできるっていう立場を乱用して、俺たちはロシアが介入してた機密情報を持ってんだっていう嘘ついてたんですよね。だから国民騙してたわけなんですよ。でさらに言うとトランプ大統領の弾劾裁判ですよ、裁判に改ざん捏造した証拠を使ってくるっていう、もうめちゃくちゃなことやったんですね。それでも未だに民主党議員やってますし、それを放置してるんですね。粘れっていう、まあ、ちょっと共和党に対する文句がいろいろ出てくるような話がこのジョージ・サントスの話だったんですが、はい、まあ、どちらにせよこれによってまたさらに1議席減ったっていうことで、共和党今219議席っていう、もう本当のギリギリ状態なんですよね。だからもう誰もその何かやるのに反対に回ってはいけないっていう状況になってるんですよ。でそんな中マイク・ジョンソンさんって言ったらまだ全然準備できていない中で下院議長になってるわけですから、まあ、そんなまとめられるわけがないんですよね、はい。でまあ、一応ね民主党側も1人あの来年2月に引退発表してる人がいるので、1議席分はねあのなんとか空間はできるんですが、まあ、それにしてもかなりギリギリのところになるんですよね。で一番怖いのがバイデンの弾劾に失敗すると、どうすんの、普通に考えて上院議会で弾劾を成立するのはありえないと思ってるんですが、ただ下院でその弾劾発議というのをこれ通さないと共和党の面目も丸つぶれになるんですよね。でそれになりかねない、もうこれは行くか、はい、で共和党は今例えば憲法っていう、え、いや行かんでもいいの、8000万つもで満貫上がられると終わり、遠いな遠いな。リャンピン切れるの？それぞれされるはずなんですが、あの州法の規定によって様々決まっていまして、一概にあのすぐ穴埋められるかどうかというのがわからないんですね。例えばケビン・マッカーシーは下院で、ああ、1ピン3ピンって切れるのか。3月5日に予備選挙がカリフォルニアでは、ね、あるんですね。あのスーパーチューズデーって言われるときに実施されるんですが、多分そこに合わせてやるんじゃないかっていうふうに言われています、はい。まあ、なのであのマッカーシーの穴は多分この辺りで埋まるかもしれない。言い換えると3月まではこの穴が埋まりませんから、あの弾劾3ピン切るならお早めに、追加なんかまでにやらないと間に合わない気がするんですよね。だから良くないですよね。であとはビル・ジョンソン議員に関してはオハイオ州の選挙で、この人は正式に辞任するまで州知事は選挙に乗んなよ。ありがとうございました。